テルトリアヌス・クイントス・セプティミウス・フロレンス・テルトリアヌスは2世紀のキリスト教神学者。ラテン語で著述を行った、いわゆるラテン教父の系統に属する最初の一人。テルトリアヌスともカルタ語に生まれる。その生涯についてはほとんど知られていない。197年にはローマにおいて洗礼を受けていたことがわかっている。彼は法学と修辞学を学び、その知識を キリスト教用語に活かした。カルタ語に戻った彼はキリスト教信仰を異教徒に対して弁明するための文書、正当主義信仰を異端から擁護するための論文書を数多く表した。厳格なキリスト教徒として生きようとした彼は最終的にモンタノス派に加わった。このため重要な神学者であるにもかかわらず、成人数計を行う。 各教派のいずれにおいても劣勢されていない。後にモンタノス派の中でも衝突を起こし、自らのグループを形成したようである。テルトリアヌスは、キリスト論・三位一体論を系統的に論じた、最初の人物であり、五教論など三十一編の著作が現存する。殉教者の地は、教会の種という言葉が有名。不条理があるがニガシンズという言葉が、しばしば、 テルトリアヌスに返せられる言葉として言及されるが、実際にはそれは誤りで、テルトリアヌスはその通りには述べていない。テルトリアヌスが実際に述べた文言は、以下の通りである。ヤロスラフ・ペリカンは、イエス・キリストに、ロゴスという名が与えられたことは、キリスト信仰の逆説性を、信仰の非合理性を賛美するほどに重んずる傾向に、歯止めをかける働きを持つものであるとし、 これを前提とした上で、テルトリアヌスによる本来の文言を紹介。テルトリアヌスの文言が、直解主義、反治性主義といった形で独自に、権威主義的に取り上げられることについて批判的に述べている。オペラオムニア、1598、神の子は、多義的であるが、ここでは、子なる神であるイエス・キリストのこと、ありがとうございます。